兵庫県の斎藤元彦知事は26日会見し、県議会の不信任決議に対して、今回の不信任を受けて解散をせず30日付で失職をする。そして知事選挙で出直し選挙に臨むことを決めました。と述べた。その上で、一連の問題について、今の状況を招いたこと、県民の皆さんに改めて心からお詫びを申し上げたい。私もまだまだ至らないところ、 未熟ひとつらの3月の20日頃から6ヶ月間、本当に県政が混乱していたことは認めざるを得ないと思います、と述べた。議会を解散せず出直し選挙に臨むことを決断したのは昨日だという。その理由を聞かれると、目を潤ませながら、昨日高校生に手紙をもらった。辞めないでほしいという内容だった。知事のやっていることは、 高校生にとってても響いているる面があるマスコミの皆さんからの批判とかすごいものがあり世間も厳しい目で見ているけど彼としては負けないで未来のために頑張ってほしいという手紙をもらったと話したその上でこういう状況でも高校生がエールを届けてくれましたのでそこはすごくグッときたまだまだこんな自分でも期待してくれている人がいるんだと受け取った 選挙大変だと思いますけど、覚悟を決めました、と話した。また斉藤知事は、改革は進めていきたいという強い思いがあります。として、県が抱える巨額の負債や事業の見直しについて触れて、改革で得られた財源を県民、子どもたちのために投資したいとし、私はまだ、知事の仕事をまだまだ続けさせていただきたいという思いがありまして。 今回辞職ではなく失職となりますが出直していきたいと思います。と決意を述べた。